皆さんこんにちは。今回はデイリー任務強霊院クイズにて、本来は数回発生させて取れる隠しアチーブメントスメールの博学者、こちらの裏技的な取り方を紹介します。はい、まず強霊院クイズというデイリーは問題を3問出されて、3問回答すると正解不正解関わらずクリアなのですが、問題は全6問からランダムに3問出題されております。アチーブメントにはデイリーを何度かして全6問に最低1回ずつ回答している必要があります。ここでやることは2問正解してリセットして、再ログインして再び回答、再ログインすると問題内容が再びリセットされます。ですがそこまでの回答記録は保存されているようで、ゲームリセットを繰り返して全6問に1度のデイリー発生で回答が可能です。つまり、2問回答、リセット、2問回答、リセット。これで、全6問すべてに1回ずつ正解していれば、デイリー1回の発生でアチーブメントが入手できます。ちなみに、リセットした段階で全6問回答になっていた場合は、任務発生時には表示されませんでしたが、アチーブメント欄では取得済みとなっておりました。ちなみに回答はこちらです。一時停止なりして、確認してください。という感じでまとめるとこんな感じです。ぜひチャンスがあったらやってみてください。デイリーはマジで出ないこともありますからね。ご視聴ありがとうございました。さようなら。